ロシア軍が補給路に使用していたヘルソン州のアントニフスキー橋だけど、ウクライナ軍のハイマース攻撃によって破壊され、車両通行も不可能になってしまったんだ。この橋を修復して、増援部隊を送ろうとしたロシア軍だが、修復をついに断念したらしいな。この橋は実のところ補給路や援軍輸送用ではなく、軍の撤退用に確保したかったと見られているよね。その道が失われたこと、ついに始まったロシア国内の強制徴兵などの動きを見ると、プーチンは追い詰められていると感じられるよな。本当のところはどうなんだろうね。なんといってもロシアには核兵器というリーサルウェポンがあるし。そうだね。さて今回はロシア軍が断念したアントノフスキー橋の修復について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年9月24日時点で、ウクライナ軍は南部ヘルソン州の州都ヘルソン市の奪還を目指して進軍、近郊に迫っていたよ。しかしロシアが勝手に設立したヘルソン州民軍行政府が言うには、ヘルソン市東側を流れるドニプロ川ロシア語ではドニエプル川に架かるアントニフスキー橋が、ハイマースで破壊されたことについて、修復してもすぐに破壊されるので、無意味だから今後の修復作業は予定されていないということらしいんだ。ちょっと投げやりにも感じられる声明だね。この声明で、ロシアはこの橋の修復を諦めたと推測できるな。8月29日、ゼレンスキー大統領はじめ各方面からウクライナが南部の反攻を開始する宣言が発信され、それ以来、南部だけではなく東部からも反撃成功の方が伝えられるようになり、東部戦線ではハルキウ州などで、ロシア軍が戦車や装備品などを残したまま極走しているという知らせが入っているよね。おそらく、ロシア軍はウクライナ軍の反攻を全く予想していなかったから慌てふためき、遁走するしかなかったんだろうな。このように、ウクライナ軍は侵略開始から半年間も占領されたままの都市や集落を次々に奪還して解放しているんだけど、肝心の反攻宣言を出していた南部ヘルソン州での戦果は残念ながらあまり伝わってはいないんだ。このことについては、9月6日ウクライナ軍南部方面司令部が、南部でも奪還して解放に成功した集落などがいくつかあるが、周辺で戦闘が続いていることと、ロシア軍が埋めた地雷の除去作業が必要な場所が多々あるので、完全に我が国が管理下に置いたことを確認できるまで公表を控えている、と言っているよ。同日にはアメリカ国防総省の報道官が、ウクライナ軍の反攻に関しては南部においても拠点奪還を含めて前進していることを確認し、承知していると発表し、ウクライナ軍が前進していることを裏付ける証拠になっているね。9月17日、アメリカ CNN の報道によれば、アメリカ政府高官やウクライナ政府当局者からの取材として、南部ヘルソン州のロシア軍がヘルソン州のドニプロ川西岸から撤退するための退路を準備しているということだよ。この報道の内容は、ウクライナ軍参謀本部の報道担当がロシア軍は、ヘルソン州カホウカ市内を流れるドニプロ川に渡河ルートを設ける基礎にするため、列車車両9両を川に沈めたと述べ、ウクライナ軍がハイマースから発射した GPS 誘導ロケット弾攻撃によって、ドニプロ川に架かる橋をすべて破壊されたロシア軍が、鉄道車両を沈めて仮橋として兵を撤退させる渡河ルートを確保しようとしていると見られるとの推測だね。ニュースでたびたび名前が上がるようになったヘルソン州だけど、重要な位置を占める一帯ではロシア本土と接し、新ロシア派武装勢力が主導権を握る東部ドンバス地方ルハンシク州及びドネツク州と、ロシアが2014年平成26年一方的に併合したクリミア半島をつなぐ回廊を形成し、原発のあるザポリージャ州と共に重要視されているんだ。そのため侵略開始当初から、ロシア軍が狙うところとなり、クリミア半島から進撃してきたロシア軍部隊が州の大部分を占領していたってわけだな。また、一方の東部戦線だけど、一時の快進撃スピードは鈍ってきてはいるものの、ウクライナ軍の攻勢が続いていると報道されているよ。イギリス国防省によると、ウクライナ軍は北東部ハリコフ州ではウクライナ軍の攻勢は成功しているようで、オスキル川を溶かし撤退を続けるロシア軍が防衛線を構築していたとみられるオスキル川東岸でも、複数の拠点を確保したと明らかにしているみたい。さらに、戦況は依然として複雑であるが、ウクライナ軍はロシア軍が防衛上重要と位置づける地域に圧力をかけ続けているとも述べているね。アメリカのシンクタンク戦争研究所はロシアからの情報に基づいた分析を発表していて、ウクライナ軍が東部ドネツク州リマンの北方約 20km 及び北西約 22km の地点で、ロシア軍が構築していた防衛線を突破したと見られるとの分析を公表したんだって。5月時点でロシア軍に制圧されていたドネツク州のリマンは、6月に陥落した東部ルハンシク州重要拠点のセベロドネツク西方に位置する都市で、ウクライナ軍がこの先セベロドネツクを奪還する際には最重要拠点になるだろうね。
この方面には、ウクライナ軍国家親衛隊第15独立連隊と第103独立領土防衛旅団がドネツ川をすでに溶かして、ドネツク州のオゼルネを奪還したことが SNS に投稿された映像や画像などで確認されていて、ゼレンスキー大統領も言及していたんだけど、その西にあってよりリマンに近いステアリーキャラバンという集落にもウクライナ軍兵士が入ったことを示す動画が投稿されているみたい。つまり、着々とウクライナ軍の反攻が続いているということになるんだね。リマン方面のロシア軍に関してはヘルソン州でのウクライナ側の陽動作戦により、そちらへの援軍として精鋭部隊が引き抜かれたとみられ、ロシア軍が防衛線を作っていたとしてもかなり手薄な状況になっていた可能性が指摘されているぜ。ただし、ちょっと不安な要素もあり、ドネツ川に架かる橋が全て破壊されているという情報があるんだよね。進撃しているウクライナ軍が戦車など重装備を保有しているかは明らかではないし、西側の一部軍事ジャーナリストの間ではドネツ川を溶かしたウクライナ軍は、奪還した集落を拠点として付近のロシア軍に対してゲリラ的な作戦を展開し、ドネツ川付近にロシア軍の機甲部隊などをおびき寄せて溶かして撤退させ、そこにハイマースや M270 などのロケット砲や長射程榴弾砲、空軍機による空爆を浴びせる殲滅作戦を行う可能性があるという見方も出ているみたい。ウクライナ軍参謀本部は9月23日、リマン北東のオスキル川沿いのヤツキフカを解放したと発表しており、証拠となる動画や画像などはないんだけど、ヤツキフカ周辺の複数の集落もロシア軍から奪還した可能性が高く、リマン近郊のドロビュッシェブを守るロシア軍が退路を断たれ、孤立しているという情報もあるんだ。さらに北東部のクピャンスクを奪還したウクライナ軍部隊は、さらに北のドボリチナからオスキル川を溶かして、タビルザンカにいるロシア軍部隊と激しく交戦中という報告が上がっているとみられ、詳しいことは不明だけど、ルハンシク州西部での最重要拠点であるスパトボをウクライナが西、北、南の3方向から包囲する可能性が出てきたという推測も流れているみたい。ウクライナ軍が南部で反攻すると宣言した時点では、これほどの短期間に広大な占領地を奪還できるとは誰も予想できなかっただろうな。しかし、これにはウクライナ軍の巧みな戦略と、ロシア軍の思い込みによる現状認識の相違があったのではないかと推理されており、特にハルキウ州イジューム奪還作戦にこの相違が顕著に現れているようだぜ。ウクライナ軍は8月3日頃から、イジューム南部から頻繁に攻撃を仕掛けていて、このことでロシア軍は、ウクライナ軍がイジューム南部からの攻撃に主力を投入するとみなし、ハルキウ正面からの攻撃が透け攻撃とみなしたのではないかと推測されているもんね。つまり、敵の主力位置を見誤り、兵力を注ぎ込むべき場所を間違えたということになるのかな？言うまでもなく戦況とは常に刻々と変化していくもので、戦略、戦術もそれに合わせて臨機応変に変化させていかなければならないのは当然のことだよね。しかし現地のロシア軍司令部ではウクライナ軍の動きを見てイジュームを南部から攻撃するものと決めつけ、その方面の攻撃に対応するために仕方より南方の防備を厚くする決断をしたものとみられるよ。そしてロシア軍は見事にその裏をかかれ、予期せぬ西からのハルキウ攻撃により前線部隊が大混乱する羽目になったというわけだな。ロシア軍がハルキウ周辺での防御体制を整える時間は十分にあったというのに、ウクライナ軍の動きを自分たちの良いように解釈しためにロシア軍はウクライナ軍の前に完全敗北を喫してしまったわけだ。とはいえ、こうしたロシア軍の戦術傾向は侵略開始から見られてきたものだから、今後も各戦線ではウクライナ軍に翻弄されながら、結局ロシア軍が後退を続けることになるだろうという見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。